Hey guys, it's Kate from Asian Boss. Recently, Kim Kardashian West made global headlines for naming her new shapewear brand, Kimono. As you may know, the kimono is a traditional Japanese garment that's been around for centuries. And after being accused of cultural appropriation, Kardashian was even called out by the mayor of Kyoto. Even with her dropping the brand name, a lot of you requested to do a street interview in Japan. Are everyday Japanese people even aware of this issue? What does the kimono mean to the people of Japan? Our Asian Boss reporter Hiroko hit the streets of Tokyo to find out. 最近アメリカのセレブのキム・カーダシアンさんが出した下着のブランドがキモノっていう名前のことで、まあ、いろいろ物議は交わされてると思うんですけど、ご存知ですか？知ってます。何で見つけました？最初ツイッターのリツイートで回ってきて冗談だと思っていろいろ調べてたら本当だったっぽくて、ちょっと今びっくりしてる状態です。知ってます。ニュースを見ました。あ、ニュースでも取り上げられてました？はい。それはなんかどんな風に取り上げられてますか？なんか日本のものをなんか使うなみたいな名前を。実際にどんなブランドなのかちょっとお見せします。はい。おー。あ、下着なん？そうなんですよ。それで着物？これなんですよ。ああ。どう思いますか？これ見て。なんかヌードみたい。見たのはこれですね。はいはい。ロボットみたいな。ロボットみたいだと思います。ロボットみたいな。はい。はい。この着物見てどう思いますか？着物なんですか、それは。でもそうですけど、この写真もちょっとびっくりしたんですけど、コンセプトはすごい素晴らしいものだと思うんですけど。コンセプトはなんで素晴らしいと思いましたか？そのサイズがすごい豊富なのっていうのと、色が9種類でしたっけ、あるっていうのをちょっとなんか見たんですけど、それっていうのはいろんな人種の肌に合ってるから、その存在自体はすごい素晴らしいものだなって思ったんですけど、下着ブランドに着物っていう名前は良くないって思っちゃいました。そのキム・カーダシアンさんって日本ではどのくらい有名ですか？僕、その着物の事件聞いてか、着物のこと聞いてから初めて知りました。私は分かんないです。なんかちょっと回ってきてその着物も知ったかなぐらいの感じなんで。結構有名です。なんか高校生以上だったら割とファッションとかおしゃれとかに興味がある人はほとんど知ってると思います。そもそも彼女はなんでその下着の名前をブランド名にしたんですかね？私そこまではね見なかったんですけど、うん、たまたまちょっとこうつけた時にチャンネルつけた時にそれをやっててね、しょうもないなっていうのがもうすぐに思って、うん、これは着物の文化からかけ離れてるからね、日本人の我々としては誤解を招くなっていうのがもうとっさに思ったし、いやそれはちょっとなんていうの、インパクト、着物って出せば結局外国の方って今日本ブームだから注目をしてくれるんじゃないかなっていう感じで着物ってつけたんじゃないでしょうかね。まあ、そもそもキムっていう名前が入ってるからかなってパッと思ったんですけど、まあでもともと着物のファッションが好きだったみたいで、そのいろんな取り入れたりはしていたので、まあ、それもあって使ったのかなと思いました。でも一日本国民としてなんかこのことについてどう感じますか？嫌な感じしますか？普通にしない。なんでですか？そんなに思い入れなし。嫌な感じはしないんですけど、間違って伝わるっていうのがちょっと気になりますね。母がすごい着物を好きで、あの週末とか着て出かけたりとかするぐらい好きな方なので、結構身近な存在として感じてましたし、日本の文化としてやっぱ世界に誇れるものだったのに、うん、それをよりによって下着のブランドの名前につけるっていうのがちょっと許せないなっていう。なんかむしろ良かったなって思います。なんかあんまり日本の着物って多分知られてない、日本が好きな外国人の人は知ってるけどって思うんで、その影響力のある人からがなんか言ったら、え、着物って何って多分みんな気になったら調べてくれると思うんですよ。そうすると日本の、あ、着物から来てるのかってなったら、また日本もこういう一つのなんていうの、伝統的なものがあるんだって知ってもらえて、なんかプラスなのかなって思います。日本ではみんなどういう時に着物って着るんですか？夏にだいたい花火大会とかお祭りが日本はあるので、その時にみんな着ます。普
通日本だと、まあ、結婚式だとか冠婚葬祭的なものとかなんかお呼ばれがあったりだとかすると来ますけど、だんだんそれも少なくなってますよね。昔は葬儀があった時は必ず身内の人は黒い着物だったの。だけれどね、この頃は身内も、ね、着物を着なくなった。黒い着物持ってないです。うん、私なんかは持ってんのよ。やっぱり私なんかの若い時は必ず嫁入りする時は黒の着物を持って嫁入りする。紋付き、紋の、それもあの実家の紋をつけてね。あ、じゃあお家ごとに紋があるの。そうそうそう、家紋つけるわけ。着物を着てる時ってどんな気持ちになりますか。まあ、シャキっていうか、あの姿勢が良くなる、ね、やっぱり気分がいいですね。自分の国のものなので、はい、なんか華やかだったりなんかきちっとした服装っていうイメージが。ちょ、タイムスリップします。あ、タイムスリップするんですか。タイムスリップします。なんでですか。昔にちょっとこう、男の人だったらちょっとその侍感が出るんだね。それ気分になるんですね。ちょっと気分になるんですね。刀持とうかなみたいな。え、じゃあ、まあ、キム・カーダシアンさんは彼女のブランドの着物を着物モディ、着物インティメンツとか着物ワールドみたいな呼び名でも売り出してるんですけど、大切な文化を表す言葉を誰かが自分のビジネスのために使ってもいいと思いますか。いいとは思いますけど、なんかちゃんと海外の人に着物はこれが着物だよっていうのが分かればいいかなっていう。ダメだと思います、それは。絶対に。それはなんでですか。いや、その文化っていうのはやっぱり昔から人、その国の人が紡いできた 大切なものなので、それをたったの一個人がビジネスのために食いつぶすっていうのは絶対ダメだと思ってます。なんかこれを、まあ、この出来事があったことで日本人への彼女のイメージってもどんどん悪くなっちゃうと思いますか。悪くなると思いたいです。あ、思いたい。まあその人がいいっていう人もいるから、中にはならないんじゃないですか。なんか嫌だねっていうふうに思う人は増えるんじゃないかと思います。なるほど、はい、どうでしょうか。それはまた別問題かもしれませんけれど、それとこれは別だと思うから。ただその下着のね、その名前を使うって本人は言っているみたいですけど、でもね、明日でも明後日でもいいですからね、ちょっとね考える時間を持って、あのやっぱ自分があの間違ってたんだっていうことに気づいてもらって、うん、着物の、あの間違った情報を与えないようにしてもらいたいですね。 We conducted the street interview before Kim Kardashian dropped the name, but we hope you still found people's answers insightful. What's your take on this issue? Do you see what she did as a case of cultural appropriation? Let us know in the comments below. For more authentic insight into the latest news and cultural trends from all over Asia, be sure to subscribe to Asian Boss and follow us on our social media too. Thanks for watching, and as always, stay curious.